久保さん、今回久保哲郎のマインドセットにしましょうか。ちょっと山本太郎さんは、僕は、まあ久保さんは自由にやっていただいてもいいと思いますけど、多分ね、僕が、見てたのが、基本的にこれ久保さんとのやりとりって、僕も限定でやってるんですよ。で、今、公開するっつっても、1ヶ月に1回かババって公開するんですよね。だから常時公開はしてないんですよ。で、常時公開してるとするならば、久保さんが僕の動画を久保さんのチャンネルで常時公開してるっていうのをやってるわけですよね。で、僕は常時公開してないです。ある程度僕は商品売って生計立ててるので、それに関係ないものはもうアップしてなくて、今は。で、商品販売に関わるやつをアップしてるっていう感じなんですけど。で、ある一定落ち着いて、まあ限定動画だいぶ溜まったらもう一気にババーみたいな。マックスで500本一気に公開とかね、600本だったかな。まあそんな感じで今、そんな感じの方向でやってるんですけど、で、僕がその山本太郎さんの話をしてた理由としては、久保さんのチャンネル見てると、僕の動画も再生数ちょっと取れてるんですよね、タイトルだけで。そう。あ、これ面白いなと思って見てたんですけど、まあ多分、理由はいろいろ察することはできますけど、僕はちょっとテーマを変えます。はい。はい、まあでも今後どうなのかな、また普通のテーマに戻ったら僕の動画を公開するのかな。まあまあ、多分山本太郎さんのネタだから、まあ僕はね、ちょっと久保さんのコメントを読み上げてないんですけども、もしかしたら僕の、ね、山本太郎さんに僕いろんなことバー言ってるので、なんかいろんなコメントがついてるのかもしれないですね。僕の動画もちょっとは回ってるんでね。はい、まあとりあえず僕はちょっと山本太郎さん、まあそもそもね、僕、山本太郎さんに票入れる気がないので、久保さんは入れると思いますし、応援してると思うんで、まあいいんですけど、僕はすみません、はっきり言ってアクセスが集まるからっていうところでやってる部分もありますから。でもまあ、心の中では山本太郎さんは嫌いじゃないですからね。その対応の仕方とか、まあ今まで言って山本太郎さんに対しての思いっていうのは、僕はその嘘を言ってないですし、すごい丁寧にこう一人一人対応してるのはすごいなっていう、学ぶところはたくさんあるので、ただそうは言ったよね、僕じゃあ令和に入れるのかっていうね、政治にこう入っていくのかっていうと僕入っていかないので、で、その政治に入らないやつが、でしゃぶるなって言われたら、はい、その通りです。ですから。で、そうですよね。はい、その通りですと。はい、政治に興味ないやつが、ああだこうだ言うな。はい、おっしゃる通りです。っていう、でもまあまあ、発言のなんか山本太郎、でもこれもね、山本太郎さんが言ってましたけどその、ネットにアップしてくださいみたいな。で、悪い件でもいいです。何でもいいです。アップしてくださいみたいなね。これも言ってましたからね。何でもいいですみたいな、もはや。だから、それも、だから、久保さんが山本太郎さんのネタをやりやすいのも、山本太郎さんがそれ言ってるんで、許可してるからね。もう何でもいいです。まあ、アンチテーゼなね、内容でもいいですと。それも SNS で拡散してくださいみたいなね。そんなことも言ってましたからね。だから、山本太郎さん、いいの見つけたんじゃないですか。やりやすいですよね。なんかそれをなんか SNS でなんかあだこうだやったらダメみたいに言ってたら、言われてる人をやりづらいですよね。ただまあ僕はすいません、コンテンツビジネスを売ってるので、政治家 YouTuber でもないので、なんでまあそろそろ変えてもいいかなと。あと久保さんのチャンネルに僕の動画が露出しなくなったってのもあるので、でもね、久保哲郎のマインドセットか。久保哲郎のマインドセット。久保哲郎さんのマインドセット。やっぱね、久保さんはね、しつこいですね。そう。前もなんかやりとりで言いましたけど、僕もしつこいですけど、久保さんはやっぱしつこいので、ただ、久保さんとやっぱ僕の違うところは何かっていうと、やっぱ僕の収入はやっぱコンテンツなんでね。なんで、そのコンテンツに関する、やっぱそのアクセスですよね。山本太郎さんでいくらアクセスを集めたとしても、まあ、直通で売りやすいかっていうと売りづらいんですよね。例えば久保さんの即価塾だったり FX オリガルヒっていう商品があって、山本太郎さんのアクセスを大量に集めたとしても、じゃあ直通で売れるかっていうとまあ何人かはもちろんいますよ。ウグイスパンでも売れるわけですから。ウグイスパン食ってもそっかじく売れたりするわけですから、まあ何人か出てくるでしょうね。でも、その、なんですかね、アクセスに対してのコンバージョンレートが明らかに悪いっていう話ですよね。まあ入り口が違うわけですから。そう。まあでもね、僕も昔、その都市伝説の話をしてね、僕びっくり、これ都市伝説の話が、当たりまして2万回か3万回回ったんですよ。でそれをきっかけで塾売れましたからね。それも実は吉谷さんを知ったのはそのあの動画なんですっていう、話す時が来ましたみたいな動画ですみたいな、マジっすかみたいな。そうでもそのなんだ、いろんな考え方はありますけども、まあリーチしないと、フックしないとね、そもそも自分の存在を知ってもらえないっていうところもあるので、だからここが非常に難しい部分ありますよね。そもそもリーチしなければ知ってもらうことすらできない。つまり、可能性ゼロってことですよね。そう。だから知ってもらうことによって可能性は生まれる。でもその可能性を久保さんはそんなに追い求めてないと思うんですよね、今は。なぜならば今投資だったりとか、まあ多分 FX がメインなのかな。ちょっとわかんないですけど。そっか塾とかコンテンツビジネスがメインではないですよね、間違いなく。やってるけれども、メインではないと思うんですよ。僕はメインですから、ずっと。はい、ということで、僕はテーマを変えますけど、久保さんはこのまま山本太郎チャンネルにするのかしないのかお任せしますけどね。まあ、久保さんはもうマネタイズポイントがちょっと僕と違うので、別に山本太郎チャンネルでもいいんじゃないですかね。好きにやれば。まあ、そもそも久保さんのチャンネルですからね。はい、では。